シングルモルトジャパニーズウイスキー。ああ、しかも本当に国産のみ、ほとんど1000円以下。お疲れ様です。お疲れ様です。力です。飲み行きましょう。行きましょう。はい、今日はですね、大阪に来てるんですけど、大阪のここ大阪メトロ谷町線の宮古島駅っていうところに来てます。今日4番出口、ちょっと大阪の中でのちょっとベッドタウンというか、地元の人が多いエリアになるんですけど、この宮古島駅にめちゃくちゃ面白い酒場があるんですよ。今日はそこをちょっと皆さんに紹介しようかなと思って。しかも今日めっちゃ暑いじゃないですか。汗が噴き出してる。そうなので、今日はちょっと美味しいハイボールでも飲み行こうかなと思って。行きましょう。そう、しかも今日はジャパニーズウイスキーの専門店です。行きましょう。行きましょう。本当宮古島駅から歩いてもうね3分ぐらいかな。4番出口出て交番があるんですけど、そうですね、この交番を左に曲がって、もうずっとまっすぐ歩くだけです。それじゃあ行きましょう。こちらですね、国産ウイスキー専門店ハイボールクラブザワンっていうお店なんですよ。国産ウイスキーの専門店ですよ。今めちゃくちゃジャパニーズ人気じゃないですか。そうですね。大好きでしょ。大好きです。でもやっぱりジャパニーズって聞くとみんな値段が高いとか感じるでしょ。ここはめちゃくちゃコスパよくジャパニーズウイスキー飲めます。それでは行きましょうか。入っていきましょう。はい、こんにちは。お待ちしておりました。はい、今日はここで飲みます。見てわかる人もいると思うんですけど、モッサンです。モッサンハイボールクラブのモッサンでございます。はい、実はですね、モッサンもウイスキーの専門の YouTube をやられてる方なんですよ。で、YouTube をきっかけで僕が知って、ここマジめちゃくちゃいいお店です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。じゃあ早速行きましょうか。ちゃんとね、アルコール消毒をしていかにしてんすかちょっとね、ケーキ漬けに。今日めっちゃ暑いんで。ですね。ハイボールがいいでしょ。ハイボールがいいです。ハイボールね。じゃあハイボールください。おすすめのハイボール。はい、で、はい、せっかくなんで、モッサンも3人で乾杯しましょう。よろしくお願いします。はい、ではそんなハイボールです。はい、こちらですね、キリンが、今年の5月に出したシングルモルト富士でございます。キリンさんは今年、ウイスキー事業50周年ということで記念で出した今回のシングルモルトですね、やっぱり満を持してという形でですね、やはり喉が渇いているこの中でしっかりとね皆さんに飲んでいただこうという感じですね。うまそう。うまいシングルモルト、これがキリンウイスキー富士です。めちゃめちゃ気合入ってますでは早速作っていきたいと思います。お願いします。お待たせいたしました、キリンシングルモルトジャパニーズウイスキー富士でございます。めちゃくちゃうまそうはい、じゃあお待たせしました、ハイボールです。ありがとうございます。はい、じゃあ乾杯しますか。はいはいはい、はい、じゃあいただきます。いただきます。はい、よろしくお願いします。うまっ、バリウマです。バリウマですね。めちゃくちゃうまい。これ僕初めて飲みました。これって普通に売ってるんですか？そうですね、やはり今日本のジャパニーズウイスキーって手に入りにくいものが多いんですけど、はい、すごくねリーズナブルに手に入れやすい、ほんとね一般の方にすごくおすすめの今シングルモルトですね。はい、これちなみに1杯いくらですか？1杯当店で940円でお出ししてます。多分収納バーで飲むと1500円ぐらいは取られるんじゃないですか。そうですね、シングルモルトってことを考えるとかなりお安く出させていただいてるかなと思います。そうですよね。でも僕この富士初めて飲んだんですけど、普通にめちゃくちゃうまいですね。美味しいですね、うん、っていうかほらよく一緒にバー行くじゃん。そうですね。バーに行ってシングルモルトで1000円以下で飲めるのって普通僕ら行ってるとこマジでないよね。全然ないですね、うん、そう考えると確かに安い。そうですね、ありがとうございます。さすがセレクトがいいですね。ありがとうございますでもこのハイボールクラブザワンって国産ウイスキー専門店って話したんですけど、多分来たことない人も僕いると思うんで、まあ、ちょっと軽くでいいんですけど、はい、どういう感じの店なのかっていうのを紹介していただきたいんですけど、はい、はい、我々、ハイボールクラブザワンはですね、本当に一般のバーであればね、スコッチ、バーボン、アイリッシュ、カナディアンでね、もう本当にいろいろなウイスキーを取り揃えておられると思うんですけど、うちはもう本当に国産のみ、
もう本当に日本のメーカーだけですね。いわゆるあの日本酒バーに近いものですね。そうです。本当にもうジャパニーズクラフトにまあ特化したっていう感じでやらせていただいてます。なのでまあ皆さんイメージしやすいのは日本酒バーがウイスキーに置き換わったって考えていただくのが一番よろしいかなと思います、うん、そうですね。あの僕初めて来た時に看板見て国産ウイスキーの専門店って書いてあったんですけど、さすがにスコッチとかアイリッシュとか1本や2本はあるやろうと思ったんですけど、マジでないですよ。一本も置いてないですね。一本もないです。一発目からジャパニーズ出てきて、もう最初から最後まで全部裏とかにも本当にないんですか？全くないですね。なかなかないですよこんな店。しかもあの普通にいろんな酒場で飲むよりも全然安い。だからあの毎回僕大阪来た時には伺わせてもらってるんですけど、でもそれもおっさんの YouTube を見てお店の存在を知ってきたっていう感じなんですよね。いつもよくしていただいてるんで本当にありがとうございます。いやもうシンプルに僕がこの店あのあいいなと思ってあの勝手に通ってるだけなんですけど、でそれであのせっかくだったら動画撮りたいですっていうので今撮らせてもらってるんですよ。基本的にあのメニューに載ってるのはほとんど1000円以下、しかもジャパニーズウイスキーですよ。山崎とか白州も1000円以下で飲めるですね。そんな店俺他知らないですよ。まあ居酒屋さんとかだったらたまにありますけど、あのちゃんとこう専門店とかウイスキーをメインで置いてるお店で1000円以下って多分僕は知らないです。そうですね、やっぱりあと居酒屋さんだとハーフショットで出すお店さんとかも多いので。そうっすね。逆に言うとフルショットを30ミリで内輪を出してるんですけども、やっぱその価格帯で1000円アンダーをつけるっていうのはかなり多分定価仕入れじゃないとまず難しい。まあ間違いないですね。それは絶対ですね。あと居酒屋でジャパニーズウイスキー飲むとウイスキーのことをちゃんと分かってない人とかもいたりするじゃないですか。多いですね。もうやっぱり自分があの山崎を飲んでるんですけど、ちょっと自分が求めてるなんか感じではなかったりだとか。でもここは本当にめちゃめちゃウイスキー大好きな人が作ってるんで、どうすれば一番ベストな状態で飲ませてくれるのかっていうのをやっぱり分かってらっしゃる方なんで、しかも安い。あのこの辺はオフトークでいいと思うんですけど、僕はねすごくこれ、まあ、今日お出ししたっていうのは一つ理由があって、山崎とか白州を追っかけるのに疲れた人って多いと思うんですよ、うん、正直なところ。これって定価6600円なんですけど、アマゾンとかその辺の酒屋さんだと5000円台前半で買えるんですよ。だから1000円ぐらい下なんですよね。だから価値とかそういうんじゃなくて、純粋にうまいシングルモルト飲みたいよねっていう、日本のうまいシングルモルトをもう追っかけてまで飲みたくないっていう人多いと思うんで。確かにそうですね。酒屋いっぱい回ってとか、そういう酒屋何軒も回ってっていうのはすごくしんどいと思うんで、そういう意味ではすごくいいと思う。もう県外までこう遠征して、山崎やっと1本買いました、でも定価よりちょっと高かったとか。そうです。まあ本当に良心的なお店だったら定価であるんでしょうけど、ね、見つけたとしても、もう今度そのじゃあ貴重な1本を開けられないって方の意見すごく多いんですよね。まあそうですね、それはありますね。そうですね、うん、でもすぐそこの酒屋で手に入ってね、定価以下なら開けやすいんですよね、うん、でこれだけ美味しかったらまあ言うことないかなと思います。これ普通にめちゃくちゃうまいですよ。あの初めて飲んだんですけど、やっぱりねこうローせずして手に入れられるものって、うん、やっぱりその簡単に開けることもできますし、うんうんうん、なんかその例えば先ほどおっしゃったように県外まで出ていったものってね、でやっと手に入ったんだっていうものって開けにくいですよね。開けにくいですね。やっぱりまあ誰しもあると思うんですけどね。割と一般の方にはおすすめできるかなっていうボトルですね。ジャポさん、はい、あと一杯あのなんかソーダ割りおすすめのやつを飲みたいです。ここでしか飲めないとかっていうのがもしあれば、はい、ちょっと飲んでみたいですね。はい、ではモッサンセレクトの、まあ、当店一押しのウイスキーご用意いたします。お願いします。ではチャンポさんにお送りする、はい、当店一押しのハイボールウイスキーですね、はい、こちらでございます。ザニカ12年です。あ、12年。はい、終盤品です。まあ、ボトルだけ見ると分かんない人も結構多いですよね。そうですね、もう今完全に終売ですよね。そうですね。現在はこちらのテーラードというものがですね、現行品として存在するんですけれども、それのまあ前時代でまあ日華最後の12年ものって言われるものですね。確かにそうだ、ないですね他に12年。そうですね。まあテーラーのはまだちょいちょい酒屋さんにたまに売ってますもん ね。12年は僕ちなみに酒屋さんで一度も見たことないです。これ1000円以上絶対するっすよね。これは
って言いたいところなんですけども、当店では多分日本最安値990円税込みで出して刻むなギリギリいやでもこの値段を聞いてびっくりしてる人は本当にいると思います。多分あの知らない人は分かんないと思うんですけど、12年が1000円以下あの飲めるとこ多分ないんじゃないかな、ね、むしろ今結構ガチガチのウイスキーバーとかオーセンティックなところでもこの12年置いてるとこ少ないですよ。多分やっぱ持ってないとこ多いです、あの人気すぎて。これが990円、でもなんかソーダにもったいなくないですか。いやこれはやはりソーダで召し上がっていただくのも。ソーダはいいんだ、わかりました。じゃあせっかくなんで12年のソーダ味をください、はい、ぜひ。お待たせいたしました、ザ・ニッカ12年ハイボールでございます。ありがとうございます。はい、ザ・ニッカの12年です。ありがとうございます。どうぞ乾杯しましょう。そうですね、改めて、はい、乾杯乾杯乾杯。いや、これはちょっと楽しみだな。あ、甘い。あー、いいですね。うん、あ、これぞ、これめちゃくちゃうまいっすね、うん、これうまいな。ちょっとボトル見ていいですか。どうぞ。これください。わかりますめちゃくちゃうまいんだけど、これも今ネットだとめちゃくちゃ高いですよね。そうですね、なのでなかなかね入手困難といえば入手困難なんですけども、でもやっぱり日韓のそのブレンデッドの中ではかなり秀逸な出来というか、ね、いやめちゃくちゃうまいぞこれ本当にあとはこれをまあその1000円アンダーで出すことの難しさですよね。そうですね、だってよその場だったら絶対2500円とか場合によっては3000円ってか普通に山崎とか白州の12年より絶対高いですよね。ですね、あのグラスで飲むんだったら本当ね、オールラウンダーなボトルなので、はい、ストレート、ロック、ハイボール何でもよしって感じですね、うん、冬ならホットウイスキーも美味しいですね。あーいいですね、香り立ちめっちゃ良さそう。このやっぱねあの独特の甘みがすごくね、そうですね、スルッと入る感じで、これ絶対飲んだ方がいいですマジで。まあちゃんぽんさんお墨付きのもザ・ニッカ12年ってことで、ね、いやいやそんなおこがまでいやむしろこれ多分あのまずいっていう人はそうそういないじゃないですか。ないですよね、うん、でもやっぱり飲まないとやっぱ分かんないですね。うまいうまいって言ってもでもここだったら飲めるんで、そうですね、あの来てみてください。最高です、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃうまかったね。めちゃくちゃうまかった。いやー最高っていうかやっぱりもう何回もしつこいように言ってるけど、この値段で東京じゃ飲めないよね。絶対飲めない。もう余裕で倍とか、もうお店によっては 2.5 倍3倍とかなんで、ぜひあの本当気になる方は来てみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回の動画では僕がこのモッサンのお店を紹介したんですけど、あのモッサンの方のチャンネルにも実は僕出てます。なのであの概要欄にあのチャンネルの URL 貼っとくんで、ちょっと気になる人はチェックしてみてください。ぜひ我々の方の動画もよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。じゃあ最後あともう一軒飲み行くか。行きましょう。行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。バリウム。バリウムは